朝の6時半を過ぎたところです。今日は11時のぐらいの飛行機でカン君に移動するので早起きしました。今ウーバーの方と合流して空港に向かってます。7時50分ぐらいに空港に着くようです。よかった。アメリカはホテルにウーバーのピックアップの場所とかあるからすごくいいね。便利、うん、安心。ラスベガスの景色も最後空港に到着しました。ではチェックインに向かいます。あ、左の方って書いてある。アメリカン、チェックインはプライオリティレーンがあったので5分ぐらいで終わったね。よかった、並んでなかったし、すぐに終わりました。で、これから手荷物検査をしてラウンジに行きます。一応ファーストクラスになってます。本当、今8時17分です。荷物検査も終わったのでこれからゲートの方へ、エアトレイン、なんだっけ、なんていうの、ここモノレールみたいに、なんとかトレインみたいなのでゲートの方へ行きます。 D ゲートです。かわいい飛行機。まさかの事態が発覚してしまいました。ここの空港にはアメリカン航空で使えるラウンジがないそうです。なのでプライオリティパスでラウンジに行きます。すごいショック。娘は入れないので私だけ行って、娘はどこかで食べててもらおうと思います。結構広くて立派なラウンジです。あるかな。マフィンとジュース、ジュースとコーヒーベーグルとバナナ。食べるものはこれしかありません。悲しい。ラウンジで食べるの楽しみだったのに。カフェって書いてあったけど写真とは全く違うものが届きました。ヨーグルトとジャムみたいな感じです。飛行機に乗り込みました。これが一応ファーストクラスと搭乗券に書かれている座席はこちらです。テーブルはこちら共用で使うタイプになってて、そこを物入れみたいなのがあって、そっちないの、テーブル、あ、このテーブルが、
juice. Orange juice. Orange juice? Yes. Maybe ジュースをもらいました。 Yep, right there. Yes, ma'am. Thank you. こんな感じ。なんか置くの？あ、何？何のためそれ？もっと広がって最大ここまで大きくなります。はい、いや、ジュースのまま。広さはこれぐらいです。かなり広い。機材は A321EOW って書いてある。一応この辺りは無料で見れるみたい。ジュース選べる。何する？無料。有料のブレックファーストが7ドル。こんな感じで有料のものもあります。お酒は有料だね。飲み物とナッツが配られました。あ、ナッツもあったかい。で、旅行中はペントハウスというカンドラをダウンロードして見てます。めちゃくちゃハマってるドラマです。機内食がありました。嬉しい。短いフライトだから機内食ないかと思った。とローストチキンだっけ。ローストチキン、これなんだろうね。バナナ。これ、あとはエビとなんだろう、よくわかんない食材とキャロットケーキです。あとパンとか来るのかな、多分。これは何？エビ。どう？うまい。ご飯があるんだ、ここに。うん、あ、いいね。そっちも食べてみて。あ、ご飯あるならパンないか、じゃあ。ただのスペースかな、これ。どうですか？うまい。何味？そのソースとか。なんかバジルみたいな。あー、あそれは何？あとバナナらしきもの食べてみて。うまっ。このザコハン、うん、バナナかな。何？どう見てもバナナブックサーみたいな。違うね。よくわかんない。甘い？あんま甘くもない。なんだろうね。しっとりしてる？しっとりしてる？やっとね。シナモン強いね。15時33分に出てきないから出てきました。これから多分ターミナル移動をしてゲートの方に向かいます。 C の12ゲートなのでスカイリンクというのに乗って移動します。ここからスカイリンクという乗り物に乗って C ゲートの方に向かいます。オレンジっぽい乗り物で、飛行機を眺めながら移動できるのがすごい面白い。いいね、楽しいですね。
カンタス航空止まります。この空港は、1とか2とかのターミナルじゃなくて、アルファベットで ABCDE まで5つのターミナルがあります。あ、これはアラスカ航空ですね。あの男性の顔は特に誰か有名な人の写真とかではないみたいです。 A and B gates。 こっちじゃない、 C12 だから。あっという間だね、本当に。やったとしても行ってる暇ないね。そう、でも次はエコノミーなので、この旅で初の私はエコノミー、娘は2回目のエコノミーです。つらいね、久しぶりなんか慣れちゃうと結構エコノミーつらい。でも2時間20分ぐらいですね、乗ってる時間は。5時4分で着くのが8時45分です。座席はこんな感じで、一応 USB もあってよかった。と足元は何番かな、そんなに狭くない。ボーイング737です。帝国関空の空港に到着しました。ここ涼しい、ボーディングブリッジとか暑かったから外暑そうだね。タクシーの勧誘が怖い。どこなのバス、あ、あそこか。え、あんなちっちゃい、でもなんだろう。え？もうちょっとちゃんと勉強するんだった。本当？あ、じゃあそこ行ってみる。でも誰も行ってなくない？すごく分かりにくいし、タクシーの勧誘がすごいね、大変本当。でバスもどこかよくわかんない、看板ないしね、バスこっちとかっていう看板もないし、わかりにくいし、勧誘の人がね、なんか嘘つくし、ほんとやばい。そしてクレジットカードで買えるって言ってたから、クレジットカードで買おうとしたら使えないって言われて、でまだペソを持ってなかったから、ドルを持ってたからドルで払って、結構高くついたけど、まあそれはちょっとしょうがないけど、ほんと困った。このバスだと思います。バスはめっちゃ綺麗。35、36指定席です。35、36、ここ一安心。ターミナルに、バスのアドバスっていうのかな、エディオバスのターミナルに到着しました。ここから歩いてホテルに行きます。ここらしい、すごい盛り上がってんな、すごい。感じか、カン君って綺麗そう。何やってもここなんだ。よいしょ、完璧。結構綺麗そうなホテルです。
暑い気がする。うわ、暑い。あ、暗いどこ。暑い、早くヘアコンが。では、ルームツアーを始めます。はい、じゃーん。紫とグリーンみたいな感じの色合いになってます。はい。こちら、はい。じゃーん、こんな感じです。結構広い。ただ、窓がないです。はい。で、ここにハンガーをかけるところがあって、テーブルと椅子。で、ここは、はい、冷蔵庫。で、ここがベッドが2つです。結構ベッドも大きいね。ダブルサイズかなぐらいあるかな。ベッドがあります。暗いけど、ここつくかな。あれ？なんだこれ？電気つかないのかなとは。こっち暗いね、ちょっと。で、これバスタオルがあって、あとこちらがトイレ。トイレの電気かな？あ、うるさい、トイレ。こちらがトイレです。そしてここが洗面所です。で、ここにシャンプー、コンディショナー全部あるかな。シャンプー、コンディショナー、シャンプー、え、シャンプー2個だ、2個、え、間違ってんのかな。シャンプー2個とコンディショナーが1個、なぜか石鹸が2個。で、こっちがシャワールームです。シャワールームは広い。かなり広い。お湯が出るかどうか。やってみよう。そんな弱くはないけど。お湯になって、テレビが、こちらがテレビです。え、すごいね。まだなんかチキンラーメンの匂いっぽい匂いが部屋中してます。はい、以上でルームツアー終わります。はい、今日のベッドの布団がペナペナというかシーツです。これが布団です。今日もこんなことある？普通シーツが綺麗で。よかった。感じいいね。この人は安心の人です。なんか。ね。エアコンが効いてないね。はい。外に出るとこんな感じ。そこまで暑くなくない？うん。暑そうですよ。ね。そう、でもよかった、安心した。エンディングも聞いたし、あの人も良さそうな人だし、バック前にした方がいいんじゃない。そうでした、短くしないと思った。そうだ、ね、これがカンクンか。カンクンのダウンタウンだね。これ適当に歩いてたらつくつくつく、うん、あ、ちょっと楽しくなってきた、うん、明るくなってきた。そう、今の人ね、人の感じ良くて、昨日の人はちょっとね、不安だったね。まあ、若いっていうのもあるよね、あの子は。暑い、日に当たると暑い。終わった。終わった。思ってた雰囲気とどう？カン君のイメージ。まあ、今にも撮ってる。なるほどね。これなんだろう、パーマシア。ああ、薬屋さんだね、ここは。さっきからあったよ。そう、カラフルなの、こっち。いや、白いとこもあったけど、カラフルなとこあって。スーパーに来ました。チェディー。チェディー、チェード。なんて言うんだろう。あ、いいね。いいね。帽子かぶったらいいのに。あ、だあれね。いろいろ新鮮だな。
200円か、200円ぐらい、220円とかぐらい、これ、うん、高いね、結構。でも400ケージ入ってんのか。メキシコといえばね、これだけど結構高いね。そう、250円ぐらい。いっぱい入ってるけどね。まあ、トルティーヤ安いのかな。え、意外と高くない？400円近くするよ。これだと250円ぐらい、だいたい。意外と高い。あ、でも安いのもある、これ。ほら、これ100円ぐらい、だいたい。15枚入って。ね、これ安い。ちっちゃいのは安い、でかいのはなんか、って感じ？パン結構高いよ、これ。600円弱くらいするよ、これ。あ、そうかな。だとしてもこれで500でしょ、これ。高くね、これで。そう。そう、こんなに、これで450円ぐらい食べたい。美味しい。美味しいというコーラ。1.35 リットル。あ、で、いくら？あ、200円ぐらい。あ、いいね。あ、いいね。で、ちっちゃいやつは500。500だと、ちょっと大きいの買った方がいいね。150円ぐらいだから。あ、水はいくら？水は、これかな？これで、1リッターで100円、100円ぐらい。1リッター100円。結構高くない？何これ？すごいでかい。チキンなんとかって書いてあるんだけど。179？ キロで179。1キロ。1キロで1600円ぐらい？高いね、その服。何だか分かんないけど、チキンなんとかって書いてあるの。グミかな、グミマンゴーかな。グミってこういう色のイメージなのかな。すごいね、これ。これはトウモロコシの形の、なんかグミかな。これグミゾーンだよね。グミとかキャンディ、これもマンゴーものが多いね。マンゴー味人気じゃない？こっちではキュウリもあれかな、フルーツみたいなくくり。ではリアル、わ、丸出しで売ってる。あ、なにこれ、かわいい。でも肉だよ、これ。1キロ122 122っていくら、いくらだっけ。1000円ぐらい。1キロで1000円。じゃあ安いのかな。これなんだろう、この売り方すごい。あ、卵調査。あれ量多すぎるから。これじゃなくて12個っていうくくり。高くない？500円ぐらい。12個で500円ぐらいだよ。野菜売り場にシナモンが、シナモンこういう感じで。これ黒糖かな、うん、ブラウンシュガーっぽいね。あ、この辺なんかメキシコらしくない？この辺、これとかね、本当すごいね、こういう系。あ、これアーティチョークかな。へえ、あ、マッシュルーム。そう、すごい、唐辛子。うわ、大きくない、この唐辛子。すごい大きさ、でかい。あ、本当だ、サボテン売ってる。サボテンは350円ぐらいキロ。へえ、どんな味なんだろう。食べてみたいね、サボテン。でもさ、この三色物が好きだね。この三色展開。この、これ、これ。あ、同じか。あ、同じだった。この三色好きなんだよね。三色展開。これが1400円とかかな。どれぐらい入ってんのこれ。すごい、2キロ。2キロで。はい、これが600円ぐらいで、重さどれぐらい？あの、522g。ああ、すごい、スイーツの品揃え。すごくない？すごい。プリン、すごい。プリン好きなんだね。いや、どんな味なんだろうね。なんか単品で売ってないから、怖いね。挑戦できない。けど食べたい。でも食べてみたいな。あ、これいいんじゃん、これ。100円ぐらいで失敗してもいいね、これだったら。100円ちょいだし。こっちのだからさ、結構こう素朴な味かもよ。あ、これなんか美味しそう。写真が美味しそう、これ。これ見て。これなんか美味しそうだよね。手作り感ある。あ、でもこれなんか美味しそうだね。
なんかチーズケーキみたいなのあんだけど、何これ。でも怖いなこれ。でも売れてるよすごい。1200円もするけど、どういうこと。そんな高いの。入ってみる。入ってみようよ。コースが3個で70だから600円ぐらいかな。タコスが。お腹空いたね。雰囲気はいい。すごい混んでる。あ、すごい雰囲気でいいね。風が気持ちいいね。いい。よかった。アウトサイド空いて。ね、お腹ペコペコ。ここは混んでるから安心かな。多分ね。こんな感じ。あ、外から見るとこんな感じです。今日のお店。かわいい。かわいい感じ。なんだろう、ビカンテというものをなんか運んできました。なんだろう、ビカンテってタコスが運ばれてきました。メニュー、スペイン語のメニューしかなくてよくわからなかったので適当に注文しました。娘のものは多分鶏肉のタコス、私のものは豚肉のタコスです。そしてパクチーと生玉ねぎ、豆の潰したもの、ライム、スパイシーなソースが運ばれてきました。添えられています。では早速いただきます。まずこの豆のソースをかけます。ちょっと味見してみたけどすごくいいお味でした。私も娘も豆好きなのでとってもこれは気に入りました。日本ではこういうソースってあまり食べないんじゃないかなと思いました。あとパクチーと生玉ねぎも入れます。パクチーは私も娘も大好きなのでもうちょっと欲しいなと思いました。スパイシーはとりあえず一旦私は危ない、ね、うん、初メキシコのタコス。豆がいいね、うん、これ1巻き1ライブある。いけるちょっといったこんなの、うん、いただきます。はい、どうかな、どう、うん、うん、どうですかメキシコのタコス。うまい生地がうまい。あったかいの、うん、焼いたって感じ。焼いてパリパリする感じ。でもめっちゃ熱いとかではない。うまっ。じゃあホテル行こうじゃ。かわいい。なんか入るとこもかわいい。こんなにおしゃれだねここ。カフェ？もうすぐエアビーのチェックインの時間なので。荷物を取って向かってます。お、噴水気持ちよさそう。レストランかな、ここは良さそう。多分ここです。あ、おしゃれな感じするね。よいしょ、ここです。ここよいしょ。私も得意だね。はい、いいよ。ここ階段、はい、ここです。私絶対つないよね。はい、ではアヤビーの部屋に入りました。いい感じそうね、うん、ではルームツアーを始めます。でも暑い暑い暑い。ここにハンガーをかけるやつと植木があります。ここにがあったセンスいいね。素敵。はい、こちらがリビングのエリアです。はい、そして椅子、ソファーがあって、あ、すごいおしゃれ。
すごいインテリアの小物のセンスがいいね。はい、そしてここ、こちらがテーブルになります。ほら、すごい素敵。はい、ここには絵が飾ってあって、ダイニングも大きいね、だいぶ。かなり広い。そしてこちらがベッドルームになります。はい。ここにもなんかおしゃれな飾り方。素敵。とここに多肉の植物があって、ここに照明とか、また絵が飾ってあって、クッションもいっぱいあって、ベッドも広い。でもやっぱりここも布団じゃない、シーツをかけるだけみたいなんだよね。それが多分ここの主流？でもどこかあんのかな？この中に入ってる可能性はある。まだ見てないけど。そして、こちらを見ると、あそこに、あそこにも素敵な、リビングエリアにも素敵な絵が飾ってあって、このファン回したら、このファン回したら、で、ここにも、器、花瓶とかがあります。はい。で、外の眺めもすごくいい。まあ、海は見えないけど、めちゃくちゃ公園かな。なんかグリーンがいっぱいあって、すごくいい。あ、こっちにはハンモックがあります。わー、最高。はい。こちら、クローゼット。開けてみよう。はい。ここが、あ、毛布あるよ。どうも。うん。毛布と、あれなんだろう。あれわかんないけど。と、ハンガーと、ここ何入ってるかな。ここは何も入ってないね。で、持って。で、こちらは、こちらアイロン台。で、まあ、ハンガーと、あと予備の枕とか、あとセーフティーボックスがあります。こっちもないね。あ、そして、こっち、水回り。です。はい、水回りはこんな感じになっていて、タオルがあってティッシュがあります。トイレットペーパーもあります。トイレットペーパーは3個かな、全部であります。ティッシュはいっぱいあるかな。ティッシュあんまりない、ティッシュあんまりないかも。本当、間に合うかね。あとなんかいろいろここに、なんだ、何かな、これは。なんかわかんないものが、いろいろ。サンスクリーンは、これもあれかな。あとドライヤーだね。これはドライヤー。で、これは日焼け止めとか。日焼け止めあるよ。マジで？うん。あとモイスチャージェルとか。この辺に、スキンケア関係があって、あとタオルはここと、これは何かな。あ、綿棒と、ここにもタオル2個あって、ここにもタオルがある。このこっちのタオルもあるし、あとここにトイレがあって、とここにはボディーソープかな、リンスインシャンプーかな、とわからないけどあります。と石鹸があります。シャワーは固定式のシャワーです。こちらがキッチンになります。かなり広いキッチンだね、うん。あと嬉しいことにウォーターサーバーがあります。よかった、これは。ウォーターサーバーなの？ウォーターサーバーっていうか、ウォーターでしょ、これ。うん。そう、なんか、頭下げる。そうそう。これが嬉しい。マジ助かる。ね、ほんと水がね、大変だから。で、ここにオイルかな、これ。と、あと植物があって。はい。よいしょ。と、ここにレンジ。コーヒーメーカーかながあります。あ、ここにコーヒーもある。おお、コーヒーメーカーとコーヒーもあります。あとはん、あ、ここには調理器具があって、あ、臭い、なんか綺麗にはなっています。ここに調理器具があります。こっちは調味料があります。ここには食器類があります。はい。そして洗濯機ここ？こっち？ここが洗濯スペースです。はい。あ、乾燥機と
洗濯機かな、2台あるいます。これは洗剤かな、多分。こちらは外に出ると、あ、ここにもうグリーンがあって椅子、はい、あ、気持ちいい。でも暑すぎる。メキシコのコーラがすごく美味しいというので、さっきスーパーで買ってきました。だいたい200円ぐらい。何リッターそれ、 1.35 で200円ぐらい。乾杯。なんか違う？いや、違い分かんないな。分かんないな。てか、いつも飲んじゃないし、正直。そうだね、いつもゼロだから。ゼロだから、これをいつも飲んでる人なんだらうまいのかもしれない。分かんないけど、とにかくうまいでも。うまい。久しぶりの。コーラがうまい。コーラがうまい。アメリカ高くて買えなかったから。しみるね。しみる。いや、うまい。なんでこんな貧しい生活してんの？ビジネスクラスの旅で。少しでもいいなとか参考になったなとか思っていただけたら、いいねやチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。